Ladies and gentlemen, introducing tonight's star attraction. Just off their world tour of Europe, Asia, and the subcontinent. Please welcome the show band of Joey and Jake and L1 Blues, the Blues ブラ。こんにちは、トミオです、今回はですね、ついにね、始まりましたね、ユニバーサルクールジャパン2023、始まりましたね。今年はですね、モンスターハンターと、これはね、流用ですね、と、あと、スパイファミリーと、この3つになります。今回の動画はですね、このね、コナンを中心にね、ちょっと回ってみようかなと思います。はい、でね、一つね、問題なんですけど、私がね、今来てるね、このね、仮装はね、何のね、キャラクターのね、つもりでしょうか？わかりますかね？まあね、この格好でね、今日ね、パーク歩いてるとね、あっちからもね、こっちからもね、クルーズ組の男やとかね、クルーの組織ですかとかね、いろんなね、声かけられるんですよね。正解ですね、このキャラクターはですね、あれですね、ブルースブラザーズのね、仮装で今日来ました。まあね、誰もね、気づいてくれないんですよね。なんかね、ボッカヤとかね、プロの組織やとかね、めっちゃね、声をかけられるんですけど、全然ね、当たらないんですよね。まあね、これね、まあ一応ね、分かってて、まあ、この格好してきてるんですけどね。っていうのも、もともとね、ブルースブラザーズ好きだったんでですね、いつかね、嬉しいですね、仮装してみたいなって思ったんですけど、もうハロウィンもね、過ぎてしまって、何にもない日にね、ブルースブラザーズのね、仮装してくるのね、ちょっとね、正直ね、恥ずかしいんですよね。特にね、理由もないし、でもね、今年のね、クールジャパンもね、コナンのね、が来るっていうね、ニュースが入ったんでね、それね、聞いた時にね、もうね、非常にもうね、希望のね、光がね、差し込んだんですよ。これだよ、って。そうです、今日ね、USJがね、コナンとね、コラボしてるんでね、今日はね、ブルースブラザーズのね、仮装してもね、どうせね、黒の組織とかね、ロケだったらね、なんかだとね、勘違いされるんで、そんなね、変なね、目立ち方はしないんですよね。なのでね、他のね、人がね、黒のね、組織のね、これね、コナンのね、黒の組織の仮装してる中ね、もうね、一人ね、拘束されてね。ブルースブラザーズは、1980年公開のユニバーサル映画。二人の兄弟が、バンドと音楽の力を使って、かつて世話になった孤児院を危機から救う感動ストーリー。になるはずが、なんだかんだあって警察に追われる事態なの。他にもいろんな追っ手が彼らの行く手を阻みます。果たしてブルース・ブラザーズは孤児院を救うことができるのか。大人の総力を挙げて作った空前絶後のバカな映画、そんな作品です。かつては USJ でも彼らのショーが開催していました。最近はセサミストリートのアトモスばかりやってるイルミネーションシアター脇にある小さいステージが彼らの舞台でした。当時は映画と同じく車に乗ってステージまで来てましたね。ほぼ常設に近いショーで長らく USJ を支えましたが、2009年末の公演を最後にパークに姿を見せなくなりました。いつか復活してほしいなぁと切に願っています。名探偵コナンコラボのぼっち会見レポの前に長々と申し訳ないですが、衣装の紹介を軽くします。はい、じゃあね、早速ね、衣装のね、紹介をね、簡単にしようと思います。衣装っていうかね、まあアイテムですね。まずね、これがね、あれですね、ブルースブラザーズがね、持ってきてるね、このね、ブルースモービルですね。あのね、中古のね、パトカーをね、改造したやつですね。昔の USJ でもね、これね、ショーがね、やってた時はね、二人がね、これ、ね、車に乗って、ブルースモービルに乗って、ステージをね、やってきてましたね。まあ、昔のショーなんてね、覚えてる人は少ないかもしれないですけどね。あと、他にもありますしね、USJの最新のショーではね、まあ、ハーモニカ使ってたんで、ちょっとね、ハーモニカもね、まあ、深いですけど、持ってきたんですけど、ちょっと待ってくださいね。ハーモニカ。これは何でしょうね、ちょっとわかんないですね。ちょっと待ってくださいね。ハーモニカ。あったあった。では、
ですね、これはね、風船ですね。 0.01mm の風船です。ちょっと青森かどっか行ってましたね。まあいいや。はい、というわけでね、今回はの少年プルースブラザーズの仮装でコナンを、まあ、満喫してみたいと思います。てなわけで、スパイファミリーのコラボフードの食レポに続き、今回の動画では名探偵コナンのコラボ企画を一人で巡ろうと思います。コナンは好きだけど一人だと心配という方のアドバイスになればと思います。今回の名探偵コナンのコラボの内容はこちら。私が体験したのは名探偵コナンザエスケープとハリウッドドリームザライド、あとミステリーレストランを除く限定フードは全て食べました。今回の動画ではアトラクションをメインに紹介します。特にザエスケープはウォッチで体験しても大丈夫か、孤独で死にそうにならないか、そのあたり紹介します。まず最初に向かうのはザエスケープの方です。その前にカメラマンさんと合流します。はあ、連れおるやん、裏切り者がって思ったそこのあなた、大丈夫です。アトラクションはちゃんと私一人で体験しますので。あの質問なんですけど、問題、この仮装は一体何の仮装でしょうか。今はい、じゃあね、まずね、使うのはコナンザエスケープですね。実はね、まだね、一度もね、行ったことないんですよね。なのでね、なんかわかんないですけど、早速ね、行っていきたいと思います。最初にやってきたのは名探偵コナンザエスケープ、有料の脱出ゲームです。価格は3600円。今年は劇場版も含めストーリーに黒の組織が関わってくるらしく、絶好のブルースブラザーズ日和ですね。はい、それじゃあね、このザエスケープ早速ね、行っていきたいと思います。なのでね、大内さんとは一旦ね、ここでお別れっていうことになります。じゃあね、後でよろしくお願いします。じゃあね、早速ね、行ってきます。案の定、クルーさんが絡んできました。何か取引とかしてないですか。してないです。取引してないです。してないです。大丈夫です。今日はなんかそればっかり言われるんですよね、こんな格好をしてると。ちょっとあの黒ずくめで、あのこのテーマパークに来ちゃってどうしてもね。そうですね、実はマジで黒の組織とは一切関係ないんですよね。一切関係ない。一切関係ないです。まあ狙っては来ました。なのでアポトキシンとかも持ってないです。施設内は撮影禁止のため、公式発表の画像をバックにネタバレにならないように説明したいと思います。まずこの名探偵コナンザエスケープは言わなくてもわかると思いますが、とどのつまり脱出ゲームです。施設内の謎を解いて事件解決を目指します。脱出ゲーム以外にも漫画のキャラクターが登場するショーもあるので、それ目当てのゲストも多いです。レポの内容としてはウォッチでも楽しめるか、どんな内容だったか、あとおすすめ度をネタバレにならない程度に話します。ではまずウォッチでも参加できるのかという点ですが、ウォッチでもよっぽど極端なコミュ障じゃない限り楽しめると思います。ウォッチ参加の場合は大体必ずペアを組まされるそうです。というのもこの脱出ゲームには参加する上のルールが2つあり、1つは一度このゲームを参加した人は次回参加する場合同じく経験者と組むこと、これはネタバレを防ぐためらしいです。もう一つは、画像にもあるように、施設内では、タブレットなどのアイテムが貸与されるのですが、タブレットは、一つのチームで一機まで、となっているそうです。そうすると、ウォッチ参加の場合は、一人一機、の状態が生まれるのを防ぐため、原則、誰かと組まされます。私はちょうど、別のウォッチ参加の方がいて、その方とペアを組みました。チームは大体、4人程度までとなっているので、もしかしたら、2人、3人の方と組むかもしれません。不安に思う方もいるかもしれません。ただ、そんなに心配しなくてもいいと思います。なぜなら、この脱出ゲームは有料で、しかも、3600円とかいう、まあまあな値段はします。周りはみんな、コナンガチ勢、もしくは脱出ゲームマニアばかり。それが、民度がいいこととは、直結しませんが、少なくとも、誰でも無料で入れるよそのアトラクションみたいな、頭チンパンに当たる可能性は、限りなく低いです。なので比較的、誰とペアを組んでも楽しめると思います。向こうも銭払ってるわけですから、ムードを乱したりはしないでしょうし。まあ、気になるかどうかはわかりませんが、一つ客層について話すと、ほとんどの参加者が女性で、明らかにコナンガチ勢って感じの印象は受けました。次にアトラクションの内容ですが、少人数のチームで行動し、タブレットを駆使しながら、広い施設内を歩き回って、謎を解いていくという内容でした。タブレットの使い方は、チュートリアルもありますが、深く機能を理解しておかないと、後々解けない問題が出てきます。ただ、基本的に謎は解けなくても、ストーリーを楽しむことはできます。
よくある脱落していったチームから順次退場とかはないです。問題は柔軟な発想が求められます。脱出ゲームは詳しくないですが、まあまあ難しいようです。最後におすすめとですが、興味があるなら参加した方がいいんじゃないですかね。隣接するモンスターハンターの XR ウォークみたいに VR を体験してみたいみたいな万人受け要素はないので、逆にそれでも興味あるという人はもうすでに惹かれてるんだと思います。内容も脱出ゲームマニアには結構好評みたいですし、あと何より名探偵コナンの知性はぜひ参加した方が良いと思います。施設内は黄色い悲鳴で溢れてましたし、推しのキャラがいるのであれば行った方がいいと思います。ショーパートも見応えありますし。それでは続いてはハリウッドドリームザライドに向かいます。実際には先にコラボフード巡りをしたんですけど、それはまた別の動画としてアップします。ハリドリでも名探偵コナンのコラボをやっており、今年はアガサ博士が手掛けた車の試乗会に参加する、そういうストーリーだそうです。早速乗りましょう。とその前に、それではね、早速ねコナンとコラボしてるハリウッドドリームに乗りたいんですけど、もうねジェットコースターねフィックをつけて乗ることできないんで、また例によってねフィックを取ってから見ます。じゃあね早速行ってきます。お前ら隣にもお客さんいること忘れんなよ。ところで道はこっちで合ってるの？おっとすまんすまん。え、あれどうした？まずい、車が止まらんぞ。この先行き止まりよ、ぶつかるわ。さてさて、もはや USJ と名探偵コナンコラボといえば定番となっているこのハリドリの限定サウンド、個人的に今年のは臨場感があってよかったと思います。臨場感というのは、今回のストーリーは案の定を暴走する視聴者に少年探偵団だと同情するという地獄のような車が舞台なわけですけど、少年探偵団のガキンチョどもの声が両方のスピーカーから立体音響のように流れるので、本当にガキンチョどもと同調してる感覚になれます。その点は今年は良かったですね。ちなみに名探偵コナンのサウンドは爆音なので、横の人の聞いてるサウンドと混ざらなくていいですね。逆にコナン以外を選曲して横の人がコナンを選んでたらちょっとうるさいかも。それでは今回の動画はここまでです。次回は同じく名探偵コナンコラボ特集、限定フードを制覇してみようと思います。それでは次回もまた見てね。それではさよなら、さよなら、さよなら。